皆様こんにちは、イトキンコングです。そうめんのアレンジメニュー、今日はツナとトマトの冷製そうめん、こちらを作っていきましょう。今日も料理のコツをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。それではいきましょう。一気にイタリアン。はい、材料がこちらになります。まずはそうめん2足、トマト、ニンニク、きゅうり、あとシーチキンとバジルになります。ではまずは野菜のカットからいきましょう。ではミニトマトから切ります。半分に切って、さらにこれを半分に切ります。まず半分に切って、さらに半分、はい、ミニトマトは4分の1等分にします。はい、トマトたっぷり入れると美味しいんで、たっぷり5個使います。これをボウルに入れておく。はい、続いてきゅうり、3等分にして、3等分、大体5ミリ角ぐらいにしておきます。これで食感が出ます。これボウルに入れておきましょう。いいね。ニンニクは、ニンニクの芽を外してみじん切りにしておきます。はい、バジルは大きさにカットしておきます。はい、少し粗めにカット。はい、これで材料が揃いました。はい、フライパンにオリーブオイル、大さじ 1.5、 先ほどカットしたニンニクを入れていきます。はい、弱火でニンニクの香りを出していきます。ニンニクが少し色づいてきたところで火を止めます。こちらをボウルに移しておきます。はい、ではそうめんを湯がいていきます。こちらを流水で締めていきます。こちらのニンニクオイルにトマト、きゅうり、さらにこちらね、シーチキン、ツナを半分加えます。大さじ1杯で、こちらはオイルごと入れてください。このオイルに旨味がたっぷり詰まっているので、オイルごと入れる。お塩、軽く下味をつけます。香り付けにバジル、はい、これをさっくり合わせていきます。で、少しトマトが崩れても大丈夫です。はい、これでソースが完成。湯がき上がったそうめんはもちろんこうやって水分を切るんですけども、まあこれちょっと下 ない状態にして、この状態 でまだ麺の間に水分が残っているので、必ずここで一気押す。軽く押したぐらいでは麺は潰れないので、軽く押します。こうすることで、はい、これだけのね、水分が
出てくるので必ずこれをやった方が美味しくなります。こちら先ほどのソースにそうめんを入れていきます。ではこちらをさっくり回していきます。まあ、こちらは菜箸でもこのようなヘラでもどちらでもいいかと思います。ここで少し塩分確認します。塩味を確認して決まれば最後にエクストラバージンオリーブオイル、こちらをかけていきます。はい、これでイタリアンに気になります。再度サクッと混ぜれば、はい、これで完成。盛り付けていきましょう。では仕上げに飾りのオリーブオイル、はい、こちらでツナとトマトの冷製そうめん完成です。イエーイ。いただきます。まずは見た目が非常に美しいね。美味しそう。いただきます。もう美しいんですがちょっと崩してそうめんとトマト、きゅうり一緒にいただきます。オリーブオイルの香りともうツナのコク、バジルとトマトでツナ臭さも全くないです。これ素晴らしい素晴らしい。もうイタリアンの一品になってます。キュウリたっぷり、非常にこれがアクセントになってます。うん、めちゃくちゃ美味しい。いつも食べるそうめんが一気にイタリアンになります。今日はそうめんをイタリアン風にアレンジしました。まあ実際、カッペリーニ、イタリア料理ではカッペリーニとしてやるんですけども、まあ、なかなかね、カッペリーニご用意するのも大変だし、今夏なんで、そうめんお家にあるかと思います。まあ、そのそうめんを使って簡単にイタリアンができるのでぜひやっていただきたいと思います。今日のコングポイントはツナ、油ごと入れてください。旨味が非常に増します。もし、バジルがご用意できないなっていう場合は大葉でも美味しくなりますんで大葉入れてもいいかなと思います。大葉を入れることで少し和風イタリアンのような感じになりますので、そちらも試してみてください。今日の動画を見てこちらのそうめんを作ってみようと思っていただければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。